皆さんおはようございます。私はシャインです。チャンネルへようこそ。このビデオは私のモーニングルーティーンを紹介します。始めましょう。朝の最初することが瞑想です。集中力を高める練習に役立ちます。瞑想するときは集中するためにアンビエント音楽をかけます。私は精神まとな人間なので、スピリチュアルな瞑想をすることが多いです。次にジャーナリングをします。ジャーナルは5冊くらい持っていて、それぞれに目的があります。朝は5 minutes journaling にだけ書きます。感謝していることやアファメーションを書きます。その後、ゴロルジャーナルで目標を確認します。毎月目標に向かっての進捗を見直します。今は6月なので、月の目標を読み返して自分のモチベーションとしています。また、マニファステーションジャーナルも持っています。そこにはすべての目標や夢を書き、自己励ましをします。すごくインスピレーションをもらいます。マニファステーションといえば、アファメーションを聞くのも好きです。毎日自然にやっていることですが、もっと意識的に聞きたいと思います。最後に日本語の勉強です。中1からがあまり続かないので、短い時間で勉強する必要があります。朝は少なくとも語部圏日本語を勉強するようにしています。多くないかもしれませんが、私には良いスタートです。その後で、ベッドから起きて歯を磨きました。朝は早いので、軽い朝ごはんが好きです。大抵バナナを食べます。今、午前6時45分。今朝は予定通りに行かなかった。実は今翻訳アプリを使っています。実は私の人生はつまらないです。でもとにかくそれは朝の決まりだ。このビデオを楽しんでくれたらいいですね。このビデオを見てくれてありがとう。バイ。